よし、行きます。続き延長戦ですね。この後も頑張ってねって言われてもどう頑張ればいいんだ。とりあえず翼だな。翼1点取らないといけないんで、まあ翼の前にまずこの攻撃を止めなきゃいけないんですけどね。急がにボール渡る前に OK ナイス OK 取れ。うーわ最悪だ最悪だ、マジか。いける？あ、いける、ナイスナイスだ。翼が224、ドライブってどのぐらい出てんのかな。300ぐらいやっぱ必要なのかな。あーって考えると、前半、この前半はとにかくダラ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 ちょっと時間かけましょうか。そうしましょう。で翼をとりあえず温存させてガッツを貯めとく。で後半打てるかどうかわかんないけど、ドライブ打ちたいよね。ヒューがどこ、ヒューが、いや今のワンプレーすごく大きかったぞ。石崎ナイスだ。とにかくヒューガには近づかない、とにかく近づかない、離れろヒューガから。さあこっちに引きつけて、さあもうライン際で時間稼ぎますよ。ここで来すぎとか思い切っていけるかな。まあもうあと50秒しかないからね、ここで来すぎに出してもいいかもしれん。ロングボール OKOK、 よしおーし。いや、これ全然、まあ、あれだ、翼、休めてないんじゃない？翼休めてないよね。2、3、9だもんな。いや、じゃあもうこのまま行くか。ゴールデン。どうせ終わるしね、このまま。終わったら PK かな？どうなんすかね。なんなら、岬で持ち込んで、ほんと、あれっすよ、ヒールリフトにかけるっていう手もある。ドリブルだったらまあ時間使えるからね、十分時間使えるから。 OKOKOK、 あと3分、ほとんど5分、ハーフじゃ何もできねえなこれ。うわー最悪。川上くん、美咲くんがついて、いやこれ拾いたいな。これで日向に渡ったら終わりだぞ。これクリアされた。うーわー最悪だー、マジか。カット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 、届かない、ヒューガに渡る。あ、ワンツーか。いやでもまだピンチには変わりない。止めろ止めろ止めろ伊沢で、パスドリブルでは来ないと思うけど、タックルで、あ来た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 、取れ、よっしゃー、ナイス伊沢。伊沢頑張ってる。ヒューガが近いんだよ、すぐ後ろにいるから。美咲にパス出したいけど、シューテストリオ、とりあえずボールキープ。くそー、なかなか点数取れねえな。よいしょ、1分、残り1分。美咲、あここ4番いるけど、4番、いやまた翼に出してドライブ打てる ?250 で打ってないかな。いやーいけない。いけない。じゃあパスだ。ここ間に4番、川上いるけど、岬に出す。よしや、取ったー。いやー引き分け。え？マジかよー、もう一試合やらなきゃいけないの。あーマジかー。まあ今始まったばっかですからね、ここで区切ってもしょうがないんで、このまま行こうか。 PK もないんだ、もう引き分けは負けとほぼ同等っていう感じなのかな。若林レベル上がったけどどうなの。え、作戦的にどうしようかこれ。
基本翼が持ち込んでドライブだけどな。だから翼がドライブ2発しか打てないって考えると、相手を1点に抑えなきゃいけないっすよね。まあいいや、行くか。はい、もうちょっとこの下り、ちょっとこれ飛ばしていきたいところっすね。こっちからのボールか。だったらもう是が非でも1点欲しいところっすよね、ここね。翼に渡したいけど、ヒューガがすぐここにいるんですよね。後ろ下げるか。後ろ下げてすぐさま翼に渡したいけど、いやー、この7番と、ちょっと困るな。岸田からの縦パス、 OK で、すぐ、いや8番な、こいついるから、中園くん、こういう感じで行きたいけど、ここに澤田がいるでしょ。いやー、終点取りよ。くそー、これマジちょっと、これ強い、目は強い。ヒューガだけじゃないですもんね、結構パスカットされたりね。え、よし、翼空いてる。あれ、うーわー、ナイス、裏目、翼開け、よし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 。とりあえず持ち込んで1対1でもうドライブ打ちます。よしよしよし、時間使っていこう。来た、ポストはやめてくれよ、2発しか打てないんだから、2発しか打てないんだから、ポストはやめてくれよ。よし、オッケー、オッケー。いやいや、ここまではいいのよ。ここまではいいんですよ。ここ1本止めないといけないからね。ちょっと待って。こっちからの、おっと、シュート、どっからシュート打ったのこいつ。まさかセンターサークルから打ったとかじゃないよね。舐めやがってキャッチ。ほら、オッケー。よしよしよし。よし、これ儲け。で、これ、このボールをもう絶対渡さない。絶対渡さないっす。なるべくね、ボールこっちにこう展開していきたいんだけど、こっちサイドってヒューがいるんですよね。あ、間違った。まあいいか。高すぎボール取ります。で、現在地は、まあまだまだ、もうちょっとこう引き寄せたいところではあるね。時間稼ぎます。卑怯と言われてもいい。あ、さあヒューが寄ってきてるね。じゃあこうなったら中山、逆サイドにパス振って、ヒューがを引き寄せてこっちに展開する。できれば終点取りを誰かに渡したいところだけど、8番伊沢空いてるな、このコース。どうだろう、沢田とかカットに来るかな。これヒューがまたこっちに寄ってきましたね。伊沢行くかな。あ、行った。オッケー。よしよし。終点取りを行こう。終点取りを。これで時間使おう。沢木くん大丈夫？オッケー。よし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 。あと8分。このボールは絶対渡したくない。ヒューがどこにいた、もしかしてこの辺、あ、違う、こっち翼か、ここだ。ヒューがここにいるね。いやー、前は敵だらけ。翼がここにいるだけか。先にボール回したいけど、美咲どこだ、美咲いねえな。この辺にかぶってんのかな。どうなんですかね、これは。ちょっと待って。
週デストリオでまた切り込んでいく。大丈夫か。よし、とにかく絶対このボール渡せないぞ。川上くん、パス、翼、美咲。よし、オッケー、よしよしよし、あとヒールリフトでキープだ。ここはかわせるんじゃない、岡山くん。よし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 、ヒールリフトでキープして、沸かしまずにはヒールリフト効くかどうかわかんないけど、シュートに備えるだったらワンチャン。あら、滝が来た。はい、滝はもうパスだよ。また美咲に、わー、囲まれてるな、くそー囲まれてるけど美咲にパス出す。クリアクリアクリア、これ玉拾ってくれ。くっそー、くー、競り合う競り合う、こぼれ玉にしろ。うわー、クリアされたけどこれを拾いたい、中園くん。くそー、やばい、カットカットカット。前半こっちのキックオフだったから、絶対ここ1対0で乗り切らないとダメなんだけど、くっそ、ドリブルでクルにかける、ワンツーダメだ。くそー、最終ライン高すぎかわされたんじゃないこれ。うわー、中園くんの独走じゃんこれ。ちょっと若林、一人で来るかこのまま。いや、これシュートでしょこれ。ドリブルで抜きには来ないよね。ほら、シュート。オッケーオッケーオッケー。止めるでしょ。あ、まあ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 。オッケー、岸田。明日のジョーみたいな髪型のやつ。よし、キープ。よし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 。あぶねえ。あぶねえ。いや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 、あぶねえわほんと。よし、行こう。とりあえずは1対0で、折り返したのは大きい。次多分明和のキックオフだよね。そこで顔面ブロック使って確実にこっちのボールにする。でそのボールをキープ、はい、キープして、まあ翼に渡してもう一発ドライブでもう一点取れば、取ればどうかなって感じですよね。だいぶ勝ちが見えてくるんじゃない。さあボール取るよ、ここ顔面ブロックで。石崎頼むぜ。でも最後でもラッキーでしたね、ヒューガにボール持たせないで、あのモブキャラがついてきたんで、突っ込んできたんでよかったっすわ。面ブロック、よし、もらえますこのボール。オッケー。よし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 。さあここちょっと時間かけて一本取りに行こうか。ヒューガの位置、タイガータックル来たらもうほぼほぼ終わりなので。しだ。え？うそー。あ、よかった。本当はね、岸田こういう髪型じゃないんですけどね。本当はね。翼に渡したいなぁ。来すぎ。来すぎだって、そこそこの実力者ですよ。大丈夫のはず。オッケー。よし、よし、よし。で、翼ついてきてるね。オッケー。翼に渡したいな。まあ、できれば翼、美咲。いや、ここに沢田いるけど、パス通るかな。もうちょっとドリブルしてみようか。もうちょっとドリブルして、ここで翼に渡すか。エリアの外で。よし、ここから行こう、翼。時間も使えるんでね、ドリブルは。時間使ってドリブルして1対1まで持ってって2点目取れば勝
勝てるんじゃないか。ドリブル、よし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 、まだでも14分残ってんな。ちょっと早いかまだ。いや2点目取りに行こう。ポストやめてね、ポストやめてね。バカしてます。何回ぶっ飛ばされてんだって感じだけど、よし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 。もうね、この試合のこのゴールネットは穴だらけですよこれもう。さあここで1本、おラッキー、これは取れるでしょう林さん。キャッチ、やったー、これ勝った、勝ったぞこれ。多分このボールはもう絶対渡さない、絶対渡さない。最終ライン高すぎにボール渡して、もうあとひたすらボール回しです。はい、いつぞやのワールドカップのようなボール回しです。相手を引きつけて引きつけて引きつけて、ヒューがこっちにいるよね。もうちょっと、もうちょっと来てもいいよこっちに。はい、このライン際で、ライン際引きつけて来てるね、来てますね。いいよいいよいいよ、時間使え。ここで卑怯だと言われても知らねえな。うーん、岬に渡したいけどな。もう近いんすよね、ほんと。ここ。沢田とヒューが。もうボール回しです。ボール回し。オッケー。よし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 。時間使うよ、ここ。6番騎士だっけ？違う、浦部だ。浦部。どうしよう。石崎は使わない。中山。できればね、翼岬に渡してキープしたいんですよ、ボールを。この2人にボールが渡ればもう確実にキープできるんで。渡したいところなんだけど、ここどうよ。ここ出して、ちょっと昼間に近くなるけど。沢木がつく。これパスで。これでしょ、沢木って。ここで、翼に出す。うわー、こぼれ球になった。マジかよー、余計なことしなきゃよかったー。あ、これで突っ込んできてる。若林、シュートでしょ、これ。多分、シュート。ドリブルだ、危ねえ、危ねえ、危ない危ない。もう余計なことせんわ。これ、むしろロングボールでこう、この辺とかこう出したら、どうなのよ。来すぎ、来すぎを、ちょっとボール取れないですかこれ。ロングボール、うわー、またほんとこいつらあれなんですよ、ボールカットしますよね。まあ2点差あるからいっちゃいいんですけど、いやどうせヒューが、いや沢田は結構ドリブルで来るんだよこいつ。ほら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 、なかなか自分のドリブルにも自信持ってますから。こいつはなんかパス来るかもしれんな。カット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 、ドリブルかい、ドリブルかい、くそー。意外とみんなヒューガに合わせてくるかなと思ったけど、そうでもねえんですな。パス、これでヒューガかな、沢田に合わせてくる。ボレーシュート、フィニッシュ、あまりフィニッシャーのイメージないですねたけし君は。おお、嘘でしょ、嘘でしょ、若林ってこういうレベル。いや、沢田武史もなかなかの実力者ですけど、決して若林が点数取られる、いつまで、あ、やべ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 、ヒールリフトでかわせ、うーわー、これなんでもありじゃん、これ。早く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 、時間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 、早く、スライディングタックル、多分ダメだよね。名和コンビ、名和コンビ、くっそー、爪できやがったー。笛早くなってくれー。よーし、あぶねー、あぶねー、あー
疲れだ。おめでとう、ここまで勝ち抜いてきた君に VS、HP ワンプレイヤーのか HP のパスワード、森崎も使ってね。これがパスワードなのか。あー、じきつかった。こんなきついのまだまだ続くのかな。はいはい、負けたぜ翼。いやマジお前ただただ危ねえやつだよお前。俺はいつもサッカーをやっている時でさえ一人だった。うん、わかるわかる。だけど翼、今日お前と戦って大事なことを教えられたぜ。すげえ爽やか。翼無反応だな。おい、なんかうんともすんとも言わねえ。サッカーってのは楽しいものだったんだよな。はい、小次郎。なんじゃこりゃ。軍隊みたいな。試合は南葛の優勝で終わりましたが、両軍よく戦いました。今若林くん、あ若林かこれの持つ優勝旗がここ読売ランドにはためいています。若林がキャプテンなんだよね。はい、このチームは僕はこれでみんなと別れだけど、ああそうだったね。どこへ行ってもサッカーを続けていくよ。頑張ってね、新天地でも。次に会うときは全日本だよ。壮大だなこいつ。そして日本ワールドカップで優勝させるんだ。はい、まあちょっと痛い感じがしないでもないけども、たとえ何年かかっても絶対やろう。実はそう遠くないぞ。誰だこいつ。誰、三上さん、津軽なまりだと三上さんですよね。三上さん、あの濁点つけたがるんで三上さんじゃなくて三上さんなんですよね。ちょっとちゃんと読んでない。日本もこの大会、まあ、国際大会があるってことでいいよねこれね。そのチームのキャプテンを翼くん、君にやってもらいたい。若林の立場が、優勝チームのキャプテンの若林の立場が来た来た来た。翼、キャプテンはやっぱりお前しかいないぞ。まあほとんどこの大会若林出てないからね。やろうぜ翼。よし、今度は世界一だ。よし、みんな、よし、まずは世界ジュニアナンバーワンだ。そしていつか美咲くんたちと一緒にワールドカップ優勝だ。はい、ロベルトさん、ロベルト俺頑張るよ。あれ、ロベルトいつの間にかもブラジル、ロベルト、ああ帰っちゃったんだこれ。そっかそっか。はい、東京、韓国、ちょっと早い、ジュニアワールドカップみたいな感じの韓国戦。はい、翼、三崎、石崎、木杉、滝、伊沢、高杉、若林、森崎。ちょっと待って、これどうなんすかね。ちょっとスターティングメンバー見ていいかな。あー、これはいいんじゃないか。はい、はい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 、これはかなり、あ、控えもいるな。三杉もいる。一ノ瀬、沢木、伊沢、木杉、滝、伊沢、ここいるね。なるほど、誰だったっけ、沢木だったか誰だったか、なんかタックルの必殺技持ってたよね、集団タックルみたいな。そう、沢木も使っていいかもしれない。見過ぎも使いたいところだなこれ。そっか、あ、キーパーも若島津もいる。あ、これちょっと楽しみっすね。カズオ、ヒューガ、沢田、マサオがここ。ちょっとマサオと沢田の位置逆じゃないこれ。沢田はやっぱ前っていうよりミッドフィルダーですよね。翼がトップ下みたいな感じか。あー、松山ここなんだ。ボランチみたいな感じか。小田、高杉がセンターバック。あー、どうしよう。高杉よりだったら石崎センターバックでいいんじゃねえかこれ。画面ブロック使えるし。どうなんですかね。
まあいいや、ちょっと次回またちょっと考えますわ。はい、とりあえず一旦ここで切ります。次回からはジュニアワールドカップ、わかんないけど国際大会編ですね。はい、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。